今年1月クールに日本テレビ系土曜ドラマ枠午後10時で放送された嵐桜井翔41主演の連続ドラマ大病院占拠。2024年1月クールに続編制作が正式に決定したという。しかし、順風満帆というわけではなさそうだ。大病院占拠は、桜井演じる、嘘だろ。各地癖の刑事、武蔵三郎が謎の武装集団に占拠された総合病院で戦うタイムリミットバトルサスペンス作品。謎が謎を呼ぶシナリオの面白さに加え、少々雑な演出や微妙なアクションなどが突っ込みどころ満載のドラマとして SNS で大バズりし、高視聴率を記録。テレビ界が最重要視している13から49歳のコア視聴率は、同クールの連続ドラマでトップクラスの高成績だった。最終回で続編をほのめかす演出がありましたが、ドラマのヒットを受けて正式に続編が決まったようです。同じ土曜ドラマ枠で、今度は空港を舞台にした新空港占拠仮が2024年1月クールに放送されるといいます。またしても武蔵刑事が大事件に巻き込まれ、テロリスト集団との戦いに挑むというストーリーになると考えられますね。今度は空港が舞台。飛行機がハイジャックされたり、空港そのものがテロリスト支配されたり、ハラハラドキドキの展開になるのは間違いない。病院よりも盛り上がる要素は多そうですよね。現時点で、前作で武蔵、桜井をサポートしていた神奈川県警のメンバーと、武蔵の妻で看護師の優子を演じた、比嘉恵美さん、37、の出演は内定していると言います。制作会社関係者、捜査一課特殊班、室の管理官、泉桜役のソニン、40、捜査支援分析センター、KSBC の情報分析官、駿河崎役の宮本真由、28、同じく、情報分析官、島レンジ役のお笑いコンビ、春と飛行機の軍 P。33、警察サイドの役者は、この3人が内定しているそうだ。続編では、内通者の伏線も回収される。前室の制作会社関係者は話す。大病院占拠は、警察サイドが一枚岩ではなく、3人で一切の裏がなかったのは、軍 P さん演じる島だけ。最終話で、泉、ソニンは国が秘密裏に進めていたワクチン開発計画をと無駄させないため、隠蔽工作を働いたことが発覚。警察の取り調べを受けることになり、フェードアウトしています。続編では管理官の任は分かれているかもしれませんね。一方、駿河、宮本は最後の最後、敵組織、百鬼夜行と関与している内通者であることを示唆する演出があった。続編でも暗躍するかもしれません。大病院占拠で病院を占拠し、武蔵と対峙した百鬼夜行のボス、青鬼こと、大和光一、セクシーゾーン、菊池風磨、28。大病院占拠のラストは、駿河が薄暗い部屋で、ありがとうございました、ブルーという、青鬼からとおぼしき電子メールを削除し、メガネを外し微笑むシーンで物語は幕を閉じていた。なお、青鬼は武蔵の尽力により自決を回避し、逮捕されている。大病院占拠は少々雑な演出が突っ込みどころとして SNS で大バズりしたドラマだが、シナリオのクオリティは高かった。それだけに続編も期待したいところだが、前作は SNS で沸騰して若年層の視聴者が多数ドラマになだれ込んだ。それでコア視聴率がどんどん上昇して日テレに大いに貢献した。それならばキャストのランクも上がるのが自然なのですが、続投組以外のキャスティングが今一つうまいと噂されています。例えば2012年放送の坂井雅人さん、49、主演の連続ドラマ、リーガルハイ、フジテレビ系は、翌年放送のシーズン2で小雪さん、46、や松平健さん、69、といった大物が新レギュラーに就任したんですが、そういう話も聞こえてこない。やはり、旧ジャニーズ問題で逆風が吹いているのかもしれません。前室の制作会社関係者、旧ジャニーズ問題以降、桜井は窮地に、旧ジャニーズ事務所、うつつ、ズミルインアップ、は、ジャニー北川氏、享年87、の騒動で、信用が急落。10月2日に2度目の記者会見が行われたが、信用は取り戻せていない。ドラマ方面でも、木村拓哉、50、が主演を務める、教場、シリーズ、フジテレビ系は、2024年春のスペシャルドラマに出演予定だったキャストが何人か降板を申し出たという報道があったが、
その理由が他事務所の共演によるイメージダウンを避けるために行ったのでは、とも言われている。桜井と新空港選挙、仮のキャスティングでも通じるところがあるだろう。俳優業をメインに活動しているタレントの独立も相次いでいて、10月2日には岡田准一さん、42、10月24日には嵐の二宮和也さん、40、11月7日には生田斗真さん、39、が、それぞれ退所を発表しています。タレントに罪はないのですが、桜井さんもジャニーズ関連で信用が急落する出来事がありましたね。桜井は日テレのニュースゼロで月曜キャスターを務めているが、事務所のしがらみなど、多くの要因で初期の対応が悪かったため、キャスターとしての信用が急落。日テレの石澤あらわ社長と編成担当の福田博之専務は、10月23日に行われた定例会見で桜井のゼロ降板を否定したが、来春に卒業するのではないかといった疑惑は、長らく報じられ続けている。日テレと桜井さんのコンテンツということで、ドラマ、新空港選挙、仮も、一部メディアでお蔵入り危機が報じられていました。もちろん、桜井さん以外のキャストのスケジュールの都合などもあるし、舞台となる空港を確保するなら、話が前々から動いているはず。決まっている連続ドラマを、簡単に企画をお蔵入りにすることはできません。しかし、10月2日に行われた旧ジャニーズ事務所の会見次第では危ないかも、とも、報じられていましたね。ただ、放送は決まったと。ですが、キャスティングのところは、なかなか厳しいことになるのかもしれませんね。前室の制作会社関係者。待望の続編放送が決まったものの、かんばしくない話が聞こえてくる桜井と、新空港選挙、仮。桜井も、嘘だろ、と嘆いているのかもしれない。画像、ルフィかよ、桜井翔、SNS 沸騰の、大病院選挙、神バズり、歯科伝説の腹筋崩壊、腕伸び、シーン。問題のシーンは1分10秒から。この、どう見てもタイミングが間に合ってない救出シーンが SNS で拡散されて大バズりしたのだ。一部では、スタッフがこうなるのを見越してわざとネタ CG にした説もある。